今回ですけども、前回繁盛さんの一撃3000円オリパあれが見つかって開封したんですよ。200パック以上、まあ、合計60万分ぐらい。実はですね、もうちょっと上があったんですよね。まだこちら、これもメモしてます。5000円オリパラストワン賞までゲットします。これはいはい、はい、5000円オリパも買い占めてました。ええもうざっと100パック以上ありますね。これ50万分だから100万ちょっと買っとったんかな、オリパ。やば、ちょっと分かんないですよ、もう正直。もうでラストワン賞何かというとですね、こちら。何それ、ピカチュウ。来い。え、プラモピカチュウやな、これ。確かにかっこいいね、これ。いつもなんだろう、しかも未開封ですね。うん、あんま見たくないぞこんなの。これいくらなんだろう、すごいなこれ。値段上がってそう。未開封ピカチュウ、ちょっとこれ査定に、はい、よろしく。はい。でもあんま状態きれくないなこれ。あ、本当ですか。この辺とかめっちゃ汚い気がする。うん、なんも開けてないけどだいぶ古いんちゃう。だから古そうっすね。じゃあ行きましょうか。5000円なんでワンランク上がります。ただもうポップが分かんないですこれ。見当たらなかったです、調べたんですけど見つかんないです。もう何が当たるか。マギアな、なんか前と一緒やぞ。なんか安そうだからな、うん、これ3000オリパの時持ったぞこいつ。このはずれ。おお、きたー。早速ね、早速ね。やっぱこれがもう小あたりぐらいですからね、うん、5000円なんでね。おら、連チャンでマジで連リザマコクシーね。これ一緒だな、うん、これ3000円の時と一緒やな。これはずれな。あれ一緒だぞこれ。使いませんとは思った。これは使い回してるなこれ。ほら、その代わり当たりの数が多いとか、うん、多分そういうことやな。これも一撃オリパなんかなこれも。いいよ。おい、キャンデラ。キャンデラ微妙。未開封品6万。おお、高いな。高いです、ね、6万円です。まあでも3000の方が5万ぐらいだったから、そこまでそんなめっちゃ高いわけじゃないな。確かに、うん、倍とかにしておいてほしかった。じゃあハズレ枠はあんま変わってないもんな、うん、一緒やもんな。はい、キャンデラハズレは結構がっつりハズレやわこれ。5000円でも確かにな。ボルケニオン出てたな。だから当たらんかったらもうきついなこれ。うわ、きついっすね確かに、うん、ガチで一撃こんかったらもう。おお、またリザード。あ、ほんとだ、このリザード多いな。きたな。うん、ドラピオン。かい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 。ホウオウどのぐらい入ってんだ。欲張り、さっきもおったなこいつ。これあれ何が当たりどころにあるんだこれ。ここも多分引換金があると思うんですよね、前回同様に、うん、よいしょ。これだトレーナー全然来ない。うん、おこれ高いじゃん確か。そうなんですね、このゲンガー確かデザインめっちゃいいな。これ高かったはず。ちょっと査定。ウェンディ、うん、あのゲンガー確かな剣めっちゃ高かった気すんねんけどな。高かったかな。まあ、デザインもいいしなあれ、うん、めっちゃいいっすねあれ。ガラルサンダー、おかっこいい。ヒードラ。おっ、うわー、スクールボーイ。大な牙。大ですね。ハズレがきついな。結構多いしな。結構多い。こい、あーい。博士の研究か。これきついぞ、ハズレが。こい。シェイ。全然当たってないね、今のところ。全然当たってない。うん、マジでラストワン勝てなかったらやばいぐらい。1パック5000円やでこれ。確かに結構やばいぞ。はい、うん、1パック5000円とはとても思えんぐらいの引きやぞこれ。マジかガチかこれ。うわこれほんまに5000円のやつなんかってぐらいの引きじゃない。そうっすね、なんか3000円なんじゃないかっていうぐらいの、うん、そうこれやばいな。でも一緒っすもんね中、うん、中身一緒本当に。うん、3000オリパと5000オリパの中に外れ全部基本一緒っていう。あれ普通違うはずやもんね、外れ全部一緒やぞ。ちょっと上がってるはずですよやっぱ。全く上がってないもんな。変わってないな、基本一緒やもんな。スパークだし虹色、うん、コストがめっちゃ出たからな。そうっすよね。おお、メニュアルの SA。 まあただこれ高くはないもんねそんなに。スカーニャの方が高いですもんね、うん、多分 4,5 千円とかじゃない。うん、いっても痛いこれ。これやばいな、ハズレ枠やばいっすね。おっ、これも高そうやな。確かに初めて見たぞ。ちょっと一回調べてみます。人気だからな。わあマスターもこんな家高いやろ。5000円でこれは結構きついな。はい、ロッタム来いよ。やばいやばいやばい。変わらず結構全然いいの当たらんな。おお、ラウドボーンの SA。 でも多分これも 4,5 千円やろ。でももう結構減ってきたぞ。そらくですけど5万5千円。これ高っ。マジでこの原画一緒ぐらいするやんこれ。じゃめっちゃ高いな。超大当たりやろこれ。だ確かに地味にこんな高いんだ。おっすごいなこの原画。すごいですね、うん、なんでなんだろう。どういうレアなんやろ。ダンサーね。女性トレーナーがマジ出えへんな今回。全く出ないです。トレーナーが全然出ない。原画は当たりやけども、ただ一撃これ以外がちょっとしょぼいな。はい。50万分ぐらい買ったわけやから俺だって。いやそうっすよ、うん、ちょっと大丈夫かっていう。渡るジローチかわいい。これ出たのさっき。出てましたね。こんな可愛いけどそんなに使えへんだな。ゴーロンか。結構外れだけどなこれ、うん、結構やばいな。結構やばいですね。ガチでやばい。アローロコン頼む頼む頼む。ズミほいやセレビ。お高そう。ちょっと高そうこれは。泡立ちやばい。もう終わるっけどな。5000円5000円ぐらい。まあまあまあ5000円ね。元出るぐらい。おメールメタルか。頼むぞ来てくれ。うわーやばいなこれマジで。こうへんなこい。おこれ高いっす。高いこのゼラは高いっす。これで1万5千とかそれやったっけ。1万ぐらいじゃないですか。高いやろこのゼラは。確か高いっすね。やりゆうたやりゆう800円800円だから。これ外れやっか。外れっすね。かっこいいけど超外れやな。おルシロムこれ高い。いや高くない。調べてみるか一応。ゼラオラパターンあるからな。そうですね。喧嘩にちょっと終わるぞ。ゼロオラ来い。ゼロオラ1万8千円。まあ高いよなこれな。そんなするのこのゼラオラ。なぜかな SR やのにな。強いんですかねカードとして。なぜやなこれ。デザインなこれ SR で高いやつってちょっと分からへんよなパッと見。マジ分かんないっす。えラサギリね。880円安いな。基本 SR だから外れん。おっちょっ頼む。おおまあまあまあ今どれぐらい ?5000 円とか1万円とか。これ確か1回俺ヒカルさんにもらったんですよ2000円ぐらいの時に。でなんか売ったら6000円ぐらいだった気します。6000円ぐらいか。人外で終わりか。終わった終わり。結構だいぶ渋かった気するなこれ。だいぶ渋かったっすね。当たりこれだけっす。ラストワン合わせてもきついで7500円。全部でだから今これで12、13万とか14万とかでハズレアか合わせてたから 30% 返ってきたぐらいか。まあそうですね。そんなでそんなめっちゃあるわけじゃないから。ラストワン買ってなかったらやばかったっすね。買ってなくてやばかったね。だから一番の大当たりは何か分からんけど、まあ多分引換券の PSA10 があったっぽいな。ですね。まあそれを引きなかったのが結構きつかったなっていう感じですね。はいそんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。